こんにちは、サラです。メイク本とコラボ服と月90円のメンバーシップもよろしくお願いいたします。年始にですね、まあコスメ福袋の開封やったんですけども、今回は Amazon で買った怪しい中国コスメかっこはてな福袋を開けていきたいと思います。購入したのがこちら、ややみや2024化粧品福袋初売り、数量に限りがあるです。評価星1。怖すぎる。価格が3300円です。こちらです。何気にちゃんと袋作ってて笑う。開けます。うわ、平たくされてる、圧縮袋的な。おお、謎に真空パック。待って、出たこいつ。これ前もさ、なんか中国の怪しい福袋みたいな買った時にこいつ入ってたんだよ。豆乳バラユラルメイク、粉質パサパサのやつです。おお、すごいいい音。真空パックされてるからさ、全部へこんでる。まあ私、箱のへこみあんま気にしないタイプなんで、中身が無事だったらいいんですけど。はい、中身こんな感じ。またこれをレビューする日が来るとは。豆乳バラユラルメイク、これさ、昔の100均のファンデのケースみたいじゃない？私小学生の時に近所にダイソーがあって、もうすごいダイソーに行きまくってたの。だからダイソーイコール105円っていうのが未だに抜けないんですよね。今やもうね、110円ですからね。めっちゃ白。白い。そして粉質パッサパサです。はい、次。これ。コスメティックアートブラウン。フォーメイクアップセーフオンスキン。すっごい長いペンシル。書き心地はまあ硬すぎず柔らかすぎずだけど、先端が初めて見た円柱なんですよ。だからちょっと書きにくい。まあ使っていくうちに尖るっていう新しい形状。ここに紐がついてて、これを引っ張るってことよね。これを引っ張って、私これの使い方わかんないんだよね。全然引っ張れない。紐がもうボロボロになった。はい、じゃあ次がこれ、 MYHO 高光岩塩もうアイライナーかな。へこみすぎて開けられない。あー、アイシャドウスティック。反対側に硬いスポンジ付き。ここがすごいゆるい。シルバーラメですね。すぐよれる感じのやつ。はい、次、アイシャドウメイクアップパレット、ラメイラ。ラメイラってなんか聞いたことある。いつかなんか出会ってる気がする。開けたら即チップ。新しい。でもチップをつけてくれる優しさ。イエベ秋って感じの多色パレット。ドンキーで500円とかで売られてる感じのやつ。意外としっとり密着します。次こちら、金色のペンシル、極細の三角形のアイブロウペンシル。アイライナーかってぐらい黒いですね。真っ黒。でもアイライナーとして使うには硬いです。反対側はブラシですね。形状はね、すごくいいです。はい、次こちら、 M キングプリティ。ハケは可愛いですよ。ジバンシー的なパッケージ。リップスティックです。うわぁ、発色すごい。ドアカ。はい、次こちら、タティビューティーウォーターグロスリップグロス。なぜかグロスが2回。あ、これはちょっと、ロムハンドさんのあれですね。パクリですかね。若干ベタベタする。おぉ、もうね、液漏れ発生です。なんかフルーツの香りはつけてるんだけど、原料の油っぽい香りが覗いてくる感じ。はい、次こちら、出ました、ラメイラ。チークですかね。またもや中にチップが入ってる。いや、でもこれチップ入ってるけど、チークこれで塗れってことかな。チップこんな感じ。これね、結構画期的なんですけど、裏に鏡がついてます。はい、塗ると結構オレンジ。キッズコスメのテクスチャー。はい、次こちら、ロゾ。今までのものと比べると可愛い感じの、普通に正規品としてありそうなパッケージ。あ、中身もちゃんと可愛いです。ちゃんとっていうか、これもオマージュなのかもしれないけど、これ涙袋の影とかかけるやつですね。今のところ一番まともっぽい商品だけど、何が入ってるかわからないのでね、ちょっとね。はい、また来ました、 M キングプリティリビングカラフリーマスカラ。何色なんでしょうか。ドキドキ。軸が細い。え、黒。
カラフリーって書いてあるからブルーとかを期待したんですけど、全然黒でした。すごい軸がしなる。では次、こちらレイシーナアイシャドウかな、クローバーの形のアイシャドウです。見た目可愛いですね。色も比較的まあ使いやすい感じの色味なんですけど、蓋にヒビが入ってる。やっぱあれだよ、真空パックにされたからさ、衝撃をもろに受けてる。デイリーに使えそうな色味なのがまた複雑ですね。次がこちらメイバッジ。サイズが無理やり箱に入れられてて取り出せない。うん、出た。海外ブランドにありそうなパッケージ。プラスチック製で、お謎の傷がついてます。なんかブラシが2本入ってた。これはあのパレットに使え的なやつかな。絵の具のブラシみたい。はい、こちら出ました、ラメイラトライカラーパウダー3色ってこと。はい、なんかラップで巻かれてます。待って、これ私が今愛用しているシェーディングパレット、ティメージのパクリじゃない？これ私が最近使ってるティメージライト&シャドウブレンディングパレット02なんですけど、ほらこれはやってますよ。しかもこっちはシェーディングハイライトチークって変化球でちょっと考えてきてる。チークあった方が便利じゃねっていう。表面にね傷がついてますね。確かにチーク入ってたらより便利だけど、これはもうもろパクリですね。今までお見せしたのも多分私が気づいてないだけでパクリがあるんじゃないですかね。はい、またラメイラ来ました。給食アイシャドウ、これもチップついてた。これもイエベアキって感じのアイシャドウです。この質全部似てるっていうか一緒っていうか、昔々の100均のアイシャドウのこの質を。出た、メイバオジュ。ちょっと覚えてきちゃってるよ。こんな感じ、謎の幾何学模様が印刷されてます。オールインワンパレッツフォーユアフルテイス。英語も変じゃないこれ。色合いがすごいメタリック、未来のアイパレットって感じ。おお、100年後に流行りそう。はい、次こちら。わ、ディカル。うわー、これはあれですね。おそらく T-FIT のコンシーラーのパクリです。このプラスチックがすっごいおもちゃ感のある感じで、しかもちょっともうなんか緩い。この茶色だけめちゃくちゃテカってる。そして、めっちゃ油臭いです。ブルベシェーディングって感じで。しかもさ、よく見たらめっちゃゴミ入ってない？ちょっと、次また来た、タティビューティートランスペアレンシーリップグレイズ。透明感のあるリップ。透明ってこのパケのこと？これあれじゃん、ムジゲマンションのパクリじゃない？多分そうだわ。なんとも言えない色ですね。トマトジャムみたいな。で、香りがジェリービーンズの蓋を開けた時の匂い。うわ、めっちゃ染まった。見た目の割にティント力が高い。はい、またしてもタティビューティーナチュラルフィニッシュメイクアップパウダーリフィルフロム。これもまたラップに包まれてます。うわ、なんかいろいろ入ってる。パフ付き。あ、パフは普段使えそうとか今一瞬思ったんですけど、中に何回入ってない？これとかこれとか、こう内側だよ。表面がね、家の壁紙みたい。色も家の壁紙だ。白い芳香剤みたいな香り。豆乳バラユラルメイクと同じく真っ白。最後こちらです、パフュームドハンドエッセンスワイルドベリーの香り。ここにノイチゴって書いてある。ブランド名はメイクリエイト。え、全然匂いしない。保湿力はあまりないですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。皆さんはね、買わないように気をつけてください。でも今回はもう明らかに怪しい中国コスメ福袋だったんですけど、もう中国コスメは本当にいいものもたくさんありますので、ティメージとかパーフェクトダイアリーとかズーシーとかフラワーノーズとかね、日本のコスメもネットで偽物とか売ってたりするので、ぜひ店頭で買うとか公式のウェブショップで買うようにしてください。アマゾンで何か買う時も、これはエスプリークの購入ページなんですけど、こういう感じで公式のショップだとここにエスプリークのストアを表示とか出てますので、
チェックして買うとより安心でございます。ということで、チャンネル登録と Twitter とインスタもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。